はい、あやめです。よろしくお願いいたします。それでは今回は12月13日版棋戦速報やらせていただきたいと思います。早速、藤井竜王の対局予定から見ていきます。藤井竜王は12月9日に放送された佐々木大地五段戦に勝利したので、次は12月14日、銀河戦準決勝渡辺名人戦が放送されます。そして12月26日、オールスター団体戦。西の代表として人気投票で選ばれておりますので、東の代表と対戦することになります。ちなみに西の代表が藤井竜王、豊島九段、そして予選から勝ち上がった沢田七段、稲葉八段、古賀四段、東の代表が人気投票で選ばれた羽生九段、そして永瀬王座、予選から勝ち上がった戸辺七段、横山七段、そして佐藤八段となっております。続きまして、朝日杯決勝トーナメントが1月に開幕しますので、まだ日程は決まっていませんが、どこかで対局になると思います。ちなみに藤井竜王はベスト16から参加となります。また、1月は結構記念対局とかもありますので、何か王位戦の記念対局とか、新人王戦の記念対局とか、ある可能性もあります。あと、お好み対局とか、いろいろ何らかのイベントがあってもおかしくないですね。また、そのイベント情報更新されましたら、こちらにまとめていきたいと思います。今のところはちょっとまだ何も決まっていないというところですね。そして1月9日10日王将戦第1局渡辺王将戦が開幕いたします。そしてその3日後順位戦 B 級1組千田七段戦、そしてその9日後に王将戦第2局、その6日後ですね、1月29日王将戦第3局、そして2月3日順位戦 B 級1組阿久津八段戦、そして続きまして2月11日、12日に王将戦第4局、最短であればここで決着となります。そして2月26、27日は王将戦第5局で、3月9日順位戦 B 級1組佐々木七段戦、そういった日程となっております。果たして王将戦一体どこまでフルセットまで行くのか、あるいは4局で決着してしまうのか、その辺も注目して見ていきたいなと思っております。続きまして対局数、勝ち数ランキング見ていきます。藤井竜王が対局数は54局、2位の豊島九段を圧倒して、今期の1位がほぼ確定しております。で、勝ち数ランキングも2位の伊藤四段相手に14勝差つけて、こちらもほぼ今期の1位が決まりました。そして連勝ランキングも藤井竜王が19連勝、こちらも2位以下が抜く可能性がほぼなくなりましたので、すでに個人部門3冠がほぼ確定しております。そして勝率ランキングですが、藤井竜王今のところ45勝9敗8割3分3厘、5年連続の勝率8割超えという偉業に向けて順調に歩みを進めております。ただ今期は、伊藤四段という大型新人が今のところ8割を超えるペースで勝ち進んでおりますので、勝率ランキングだけはちょっとまだ最後までわからないというところですね。個人部門3冠はほぼ確定しているんですが、あと勝率ランキングだけ最後までちょっと、王将戦7番勝負もありますので、どうなるかわからないという状況になっております。続きまして、大井リーグ、こちらですね、予選が進行しておりますので、見ていきたいと思います。まず、OE リーグ、前期の残留者、赤組が豊島九段、そして沢田七段、白組が羽生九段、佐々木大地五段となっておりまして、第63期は、まず、1組、黒沢六段が優勝して、見事に OE リーグ入りを決めました。そして3組は、注目の新人、伊藤匠四段が優勝して、リーグ入りを決めております。もし、伊藤四段が藤井王位に挑戦した場合は、史上初の10代同士のタイトル戦が実現いたします。そして6組では池永5段、7組が久保九段が優勝して、それぞれリーグ入りを果たしております。続きまして A 級順位戦見ていきます。斉藤8段が5勝0敗と挑戦に向けてかなり有利な状況になりました。2位の豊島九段に2勝差がついているため、残り4戦のうち3勝すれば挑戦が決まります。また残り4戦のうち2勝2敗でも最低でもプレーオフ以上ということで、非常に有利な状況となりました。そして残留争いですが、羽生九段と山崎八段が今のところ1勝4敗で高級圏内となってしまっております。この両者は次に6回戦で直接対決がありますので、敗れた方が非常に危険な状況になってしまうという格好になりました。
ということで続きまして B 級1組見ていきます。こちらは藤井竜王が近藤七段に勝って見事に首位に浮上となりました。2位は佐々木七段7勝1敗ということで、今のところこの2人が昇級圏内となっております。3位が千田七段6勝3敗で、今3敗勢が3名、そして1敗勢が2名ということで昇級枠2つ、2位と3位の間に2勝差がついたということで、今この2人がかなり昇級に向けて有利な状況となりました。藤井竜王と佐々木七段は C 級1組から B 級2組、そして B 級2組から B 級1組と2年連続で揃って昇級を決めておりますが、果たして B 級1組から A 級まで3年連続揃って昇級なるかどうか、そちらも大いに注目されております。そして今のところ高級枠3名ですが、近藤七段、松尾八段、阿久津八段が高級圏内に入ってしまっております。そして昇級候補に予想していた木村九段も2勝6敗と非常に苦しい状況ですが、果たして誰が残留するか、そちらも大いに注目されます。続きまして B 級2組見ていきます。こちらは中村七段が唯一の全勝で首位快走となっております。残り3戦のうち2勝すれば、昇級という非常に有利な状況となりました。そして2位の澤田七段も、6勝1敗唯一の1敗をキープしております。澤田七段は順位が4位と非常にいいので、やはり、残り3戦のうち、2勝すれば昇級という形になります。昇級枠は3名、今のところ中村七段、そして澤田七段が非常に有利な状況となりました。そして3枠目が大混戦ですね。丸山九段、大石七段、村山七段、佐々木七段、高崎七段、増田六段、そして高見七段、さらに鈴木九段と、5勝2敗がたくさんいるので、ちょっと1敗でもしてしまうと脱落という形になってしまいそうです。中村七段と澤田七段の昇級確率はかなり高そうなんですが、ちょっと3枠目は全くまだ予想ができないというところですね。続きまして C 級1組見ていきます。こちらは今のところ及川六段、高橋九段、そして出口五段が昇級圏内となっております。高橋九段は60代での昇級争いということで本当にすごいですね。そして大橋六段、宮田七段も5勝1敗で続いておりまして、ちょっとまだまだわからない状況となっております。畠山八段や飯島八段といった、順位が上の棋士が2敗でつけておりますので、まだまだ逆転も起こりそうですね。次は12月14日に対局が行われます。続きまして C 級2組見ていきます。こちらも昇級枠3つですが、今のところ服部四段、そして西田五段が全勝で、そして杉本五段が6勝1敗で昇級圏内となっております。で、本田五段や伊藤匠四段、注目の新人伊藤匠四段も、非常に1敗でいい位置につけているということで、こちらもちょっとまだまだ最後までわからない戦いが続いていきそうです。続きまして NHK 杯戦見ていきます。こちらは千田七段が本日稲葉 NHK 杯を下しまして、日曜日に稲葉 NHK 杯を下しまして、見事にベスト8進出となりました。次は郷田九段を破った松尾八段とベスト4をかけて対局ということになります。続きまして右の山に行って、広瀬八段対藤井竜王を下した深浦九段、そして佐藤康光九段対佐々木大地五段戦が組まれております。続きまして B ブロック見ていきます。こちら出口五段が宮本五段、そして斉藤八段を下してベスト16、次は森下九段と八代七段を下した近藤七段と対戦となります。そしてその下に行って羽生九段は行方九段を破って、次は斉藤四段と対局となりました。そして右の山に行きまして、豊島九段が一足早くベスト8入りを決めました。丸山九段に快勝。次の対戦相手は永瀬王座を下した日浦八段対佐藤天彦九段戦の勝者となります。続きまして三段リーグ見ていきたいと思います。こちらは岡部三段が8勝0敗で首位、そして次点を一つ持っている馬瀬木三段、三田三段が1敗で追うという状況になります。もしこのままの順位でいけば、三田三段は次点2つでフリークラス入りという権利も持っております。そして注目の女性三段、中三段ですが、今のところ5勝3敗と、好位置につけております。続きまして女流棋戦概要を見ていきたいと思います。
こちら最新のニュースとしては、里見四冠が3連勝で西山王座から奪取、五冠復帰となりました。12月7日の出来事ですね。西山王座はつい先日まで四冠だったんですが、この王座、そして王将と立て続けに里見五冠に取られて、二冠に交代、女王と白麗の二冠に交代となりました。ただ、里見五冠から加藤清麗が、3勝2敗で奪取、久々に2強の一角が崩れまして、今のところ、里見五冠、西山二冠、そして加藤清麗という形になりました。そして、アベマ杯ですが、チーム西山対チーム加藤の大激戦、チーム加藤が5勝4敗で接して見事に優勝となっております。続きまして、八大棋戦概要やっていきたいと思います。棋王戦は、永瀬王座対佐藤康光九段対郷田九段戦の勝者で挑戦者決定2番勝負が行われることになりました。永瀬王座に1勝のアドバンテージがありますので、永瀬王座は1回勝てば渡辺棋王に挑戦。敗れても、もう1局させるという形になります。佐藤九段対郷田九段戦の勝者は永瀬王座に対して連勝が必要という変則的な2番勝負になります。また、王位戦は先ほど申し上げたように、伊藤四段、黒沢六段、池永五段、そして久保九段がリーグ入りを果たしております。続きまして、今週の注目対局見ていきます。12月13日月曜日、棋王戦決勝トーナメント、佐藤康光九段対郷田九段の敗者復活戦の決勝ですね。勝者が先ほど申し上げたように、永瀬王座と対局になります。そして12月14日 C 級1組順位戦一斉対局、また銀河戦決勝トーナメント準決勝藤井竜王対渡辺名人戦が行われます。そして12月15日は A 級順位戦佐藤九段対斉藤八段、そして羽生九段対山崎八段戦が行われます。いずれも挑戦と残留に向けた大きな一番になります。そして12月16日は C 級2組順位戦一斉対局、また銀河戦決勝トーナメント菅井八段対増田六段戦が行われます。ということで、続きですが、金曜日 A 級順位戦永瀬王座対菅井八段、そして豊島九段対糸谷八段戦が行われます。また王位リーグ入り決定戦青嶋六段対西尾七段戦も行われます。そして12月18日棋聖戦二次予選羽生九段対木村九段戦、12月19日は NHK 杯戦近藤七段対出口五段戦が放送されます。ということで、ここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。高評価チャンネル登録いただけますと大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。